はい、どうも、海です。本日も2択で脱出ゲーム続きからやっていこうと思います。はい、前回は一人の女の子を何だったっけ、なんとかちゃんを、いろんなところからね、脱出させていきました。で、今回も多分続きなので、またね、女の子をね、いろんなところから脱出させていきましょう。なんかね、ずっと災難続きの女の子なんだよね。牢屋からの脱出。前回は海から、森から脱出させたのか、最終的に。ってところだった気がする。はい。町に向かう途中、再び誘拐犯の借金取りに遭遇。牢屋に入れられてしまった。どちらのアイテムを使って逃げよう。ああ、そっかそっか。両親が残した借金をね、最初、肩代わりというか、それで捕まってて、そっから、逃げ出したのに、また再び牢屋に入れられてしまったのか。この男あれじゃない、フライパンでぶったたいて、巻き巻きにね、縄で縛ってた男じゃない、腹出して寝てた男だ。どちらのアイテムを使って逃げよう。磁石。これ絶対磁石が正解だよね。この鍵がもう見えてるもん。だけど、まずは不正解を見ていくというので、スコップ。はいはいはい。何ちゃんだったっけ、この子。誘拐犯がいない隙にスコップで壁の穴を開けようとしたところ、音でバレてしまった。やってきた誘拐犯にやられてしまったのだった。まあスコップだったらね、ガンガン言うし、そもそもこんなとこにスコップ置かないだろうってね。牢屋の中にスコップを置いておくね、優しい人いないよね。磁石で、はい、磁石持ってることもすごいけどね、ほんと準備万端なんですよね。誘拐犯から磁石でこっそり鍵を手に入れ、いなくなった隙に牢屋から出ることに成功したわ。賢い。磁石。マジで磁石どっから出してきたんだろうね。いろんなね、たくさんね、遭難とか、なんだろう、海に落ちたりとかして、いろいろしたのにね。それでも磁石を持っていたと。はい、次へ。隣の部屋に進むと、誘拐犯はテレビに夢中になっているようだ。どうやって進もう。もうこの誘拐犯ね、いろいろ抜けてますね。寝てたり、テレビ見たり。頭を殴る。段ボールに隠れる。これ絶対また頭を殴るじゃない？だから、段ボールに隠れるが不正解だった。段ボールに隠れてバレないんだ。絶対アホだろ、このね、見張り役の人。段ボールに隠れたところ、バレずに通り過ぎることができた。よかった。すっごいよかったけど、ねえ、もう間抜けすぎてそっちに気が取られてしまう。じゃあ反対の結果見ましょう。同じ手は二度は通用しなかった。あー、そっか。一回ね、フライパンでぶん殴ってて、次スコップでぶん殴ってももう通用しないってことが、さすがに学んでるわけね、見張り役も。テレビに反射した姿でバレ、やられてしまったのだった。テレビに反射してるなら、あの段ボール動いてるの絶対バー気づくでしょ、音とかで。どういう犯人だ、あれ。出口の前に監視カメラがある。どちらのアイテムで切り抜けよう。テープ、トンカチ。トンカチでぶっ壊すか、テープで貼るか。トンカチでぶっ壊すが、また音がうるさくなるからバレるんじゃない？よしよし、不正解だね。トンカチで破壊したところ、警報器が作動して、誘拐犯に気づかれてやられてしまったのだった。まあそうだよね。まあそういう警報器とかも鳴るようにしてるよね、さすがに。じゃあここはテープで見えないように。はい。どこに行ったかもう監視されないようにしましょう。あれ？あ、はいはいはい、押した。ガムテープでカメラを塞いだところ、誘拐犯に気づかれずに外に出ることができた。もう、ちょろいな。この家からの脱出結構ちょろいよ。間抜けな犯人のおかげだけど。はい、次へ。外にも見張りがいるようだわ。どっちで撹乱しよう。警報を鳴らす。停電させる。警報鳴らす。どっちだこれ。オフ停電させるだと自分も見えなくなってダメなんじゃない？ああ、だよね。多分そういうことかな。見張りは暗闇で見える。暗視ゴーグルをしていたわ。あ、暗視ゴーグルなんだ。変なのつけてるなって思ったけど。見つかってやられてしまったのだった。余計自分は見えなくなるからね。じゃあ、警報を鳴らす。はい。うるさいけど。はい。こっちが正解。警報音で見張りを誘導させることができた。こうして、なんとか建物から逃げ出すことに成功したわ。よかった。やっと二度目の脱出ですね。
2回もね脱出させられてたらさすがにあの見張りも交代させられるでしょ。もうクビになっちゃうよ。はい、次へ、灰お灰奥からの脱出、はい、これを、あ、はい、続きですよね。森の中を進んでいたところ気づいた誘拐犯が追いかけてきた、廃屋の中に逃げ込んだけどどっちを置こう、どっちを置こう、ソファーまで、あーなるほどね、ソファーの方が頑丈そうだから丸椅子が不正解。はいはいはい、軽い丸椅子ではドアは防げなかった。隠れる間もなく誘拐犯にやられてしまった。まあそうですよね、あんなのでねドア押さえておくの無理だよね。じゃあソファーで、はい、大丈夫。でも廃屋でしょ、な、怖くない？ソファーの重みで扉を防ぐことに成功、なんとか時間を稼ぐことができた。はいはい、その隙に逃げなきゃ。洗濯機の中に隠れようとしたところ上半身が完全にはまってしまった、どうしようこの子、女の子、洗濯機の中に隠れよう、間抜けだなこの子も、洗濯機を回す、洗剤を塗る、うわ怖っ、絶対洗濯機回しちゃダメだよこういう時、本当に危ないから。だけどこっちは正解だよね。はいはいはい、ギャー、洗濯機を回したところ体は抜けずに一緒に回転してしまった、目が回りすぎて死んでしまったのだったもう目回るどころじゃなくて普通にねこうガンガン回るから普通にね当たりどころ悪くて気絶とかしてね危ないからね、うわ怖ー、はい、こう本当にねなんかなんだろう、昔聞いたことあるのかな、子供が洗濯機に隠れてて、かくれんぼかなんか でそのまま気づかずに洗濯回してなんか事件みたいな、なんか聞いたことあるんですけど、なんか怖いよね。だからちょっと洗濯機怖い。じゃあ洗剤を塗る、ぬるぬるして抜けれるってこと？洗剤を隙間に塗ることでなんとか洗濯機から抜け出すことができた。おかげで全身ぬるぬるで気持ち悪いよ。あ、そうねぬるぬるのぬるぬるだね。ちょっと一部の性癖の人にはちょっとね興奮しそうなシチュエーションですけどもはい、次へ、洗濯機に隠れる作戦はやめておこう。廃屋は先に進むと壊れた機械が廊下を防いでいた。誘拐犯はすぐそこまで来てるけどどうしよう、壊れた機械が廊下を防いでいた、あー危ないねこれは。工具で直す、ゴム靴で通る、工具で直してる暇ないからこっち正解だよね。うん、さすがに故障した機械は地面の水たまりに、で電していた、工具で分電盤に触れたところ100万ボルトが流れてやられてしまった。100万ボルト、すげえ、でも10万ボルトよりもさらに強い100万ボルトだから、ね、もう即死ですよきっと。はい、10万ボルトでも絶対やばいもんね。ピカチュウすごいな。じゃあゴム靴で通る、はい、ゴム靴は大丈夫なの？故障した機械は地面の水たまりにでいいのかな、していた。電気を通さないゴム靴を履くことで通り過ぎることができた。なるほど、ゴムって電気通さないのか。はいはいはい、一つまた学びました、ありがとうございます。はい、廊下を通り抜けた先の部屋に駆け込んだところ、なんと火事になっていた。もういろいろ、その行った先や先もいろんな災難、誘拐犯がいるから廊下に戻るわけにもいかない。まずどうしよう、布で顔を覆う、風で火を消す、絶対左が正解ですこれは。ね、風で火を消す絶対無理でしょ、うん、もうそんなファンタジーの世界じゃないから。火に風を送ったところ勢いが増してしまった、そのまま火事になってやられてしまったのだった。あ、そっか、なんかあの焚き火っていうか、なんか火を起こすときってね空気を送ったりするもんね、だから余計火がね燃え上がるのか。じゃあ布で顔を覆う、吸ったらダメだからねあんまりこういうの。火事の時はまずは煙を吸わないようにしないと。ハンカチで顔を覆ってなんとか窓から脱出することができた。残された誘拐犯さんのために消防車を呼んでその場を後にした。おお、誘拐犯さんのことも考える優しい子だ、よかった、ちゃんとそこでね、邪魔見ろとか見捨てるんじゃなくてちゃんと犯人のことも考えて消防車を呼ぶ、優しい、できた子だ。次、はい、砂漠からの、次砂漠、まさかもう早くこの子の幸せ訪れて
歩いていると砂漠の町にたどり着いた。話によると近くにピラミッドがあるのだとか。借金返済のためにここはお宝を求めてピラミッドに行くしかない。どっちの服装で行くべきかしら。まだ借金返済のことちゃんとしようと考えてるの偉すぎない。どっちの服装で行くべき。長袖長ズボン、半袖半ズボン。長袖長ズボン、熱中症で死ぬ。あーってた。暑いんじゃないの。砂漠の夜は氷点下まで冷え込む。そうなんだ。超長袖長ズボンで行くことでなんとか耐えることができた。真っ昼間はクソ暑くて夜は激寒で、もう厄介すぎんその気温。砂漠の夜は氷点下まで冷え込む。半袖半ズボンでは耐えきれず凍死してしまったのだった。いやー、これもまた一つね、豆知識がねつきました。ありがとうございます。砂漠は夜はめちゃくちゃ冷え込むと。はい。順調に進んでいたところ蛇に遭遇。どうやって切り抜けよう。蛇に遭遇してしまった。笛を差し出す。笛を吹く。笛を吹いたらなんかあれなんだよね、蛇ってなんかどうのって聞いたことあるから、こっちが正解。あってた。笛を差し出すんかい。ああやばい、正解してってる。いいことだけど。笛を差し出したところ蛇は気に入った様子で巻きついた。その隙に逃げることに成功。笛に巻きつくの好きなのね。かわいいな。なんかかわいいよこの蛇ちゃん。はい、判断の結果を見ましょう。笛で蛇を操る芸は実際には見せかけで、蛇を操ることなどできなかった。こうして毒蛇に噛まれてやられてしまった。あー、オーマイガー。ちょ、知識がまだ足りなかったということね。あ、そう、でも操る芸とかあるんだね。ちょっとそれもすらも私知らなかったけど。なんかね、笛を夜に弾くと蛇がどうのとかなんか聞いたことある気がしたけど、ダメなんだね。はい。その後ピラミッドを発見し内部を探検開始できた。行き止まりみたいだけど何を使おう。レバー、松明。レバー怪しいね。絶対レバー不正解。よしよし、よかったよかった。はい。レバーを倒したところ岩が転がってきた。映画で見たことあるやつだなどと考える間もなくペシャンコになってしまった。そうね、よくありますね、そういうレバー引くと前からグゴーンってね、こういう丸い岩が転がってくるっていう。怖い、恐ろしいですよねあれ。松明、こちらと成功なんだね。謎の飾りに松明を置いたところ壁に空間が現れ岩はそこに転がっていった。すごい、もう目の前になんかあるよ、ランプ、魔法のランプみたいな。はい、次へ。こうして念願の魔法のランプを手に入れることができた。どっちをお願いしよう。宝石1兆円分、現金1兆円。現金1兆円じゃないの答えは。あ、いや、正解だ。なんで現金で、と、そういった次の瞬間、大きな影が私を追った。1兆円の下敷きになって死んでしまった。すぐその場で、出してくれるわけね。そっか、確かに。それは重すぎてもうなんかね、1兆円分ってどんぐらいの重さなんだろう、お金の重み。じゃあ、宝石1兆円分。こっちも重そうだけどね、大概。1兆円分の宝石を手にすることができた。こうして借金はしっかり返済し、追われる生活から脱出することができたのでした。あ、これ本当にもう脱出できたんじゃないの？脱出することができましたって。なんか初めて見た気がする、この文字。しかもなんかね、ちゃんと合流してるし、借金も返済できたしね。一応ちょっと次行きましょう。あー、これ別、過去にやったことあるゲームになってる。はい、じゃあということで、さっきので終わりということですね。じゃあ、6か。ステージ6。1、2、3。6個のステージまでね、やって、あの女の子を無事脱出させました。待って、名前何だったっけ？ビアンカちゃんだ、ビアンカちゃん。ビアンカちゃん、最初ね、こんなんだったのにね。もう、すごい良かったよ。君の未来はね、頑張ったからね。あんなに命がけで頑張ったから、あの未来が訪れた。いや、おめでとう。